はい、シーズンダイアリーエピソード29ということで、今回紹介するのはバースアイ搭載型のバスター、通称バスバスターになります。デッキ制作者は大成さんで、デッキ使用者はユーリさんで、 CS 戦績がカードショップヒーロー CS 優勝です。このデッキ、まあ見てもらったらわかると思うんですけど、バルチュリスが4枚でドルガンチュリスが2枚なんですよね。ということは、まあバルチュリスを主とした、デッキになるんですが、まあ要は序盤にオニカマスとかグレンニアとか、あとワタンポポタンク、トゥリオとか、あとバースアイですね。この辺を序盤に並べて、攻撃攻撃でバルチュリス宣言して、バルチュリスを出して、ドラゴンバスターにチェンジ、そのままバーってやるデッキになります。というわけで、まあ早速カード解説していきましょう。まず左上、ドギラゴンバスターですね。このデッキのコンセプトになってきます。4枚確定。で、次、バルチュリスとドルガンチュリスですね。このデッキ、まあさっきも言った通り、バルチュリスをメインとして考えられてるので、まあドルガンチュリスは2枚。で、バルチュリスの方を最大枚数入れてあります。で、次、GWD。まあこれ相手の洗脳洗脳みたいなメタカード焼きながらスピードアタッカーで攻撃もできるので、バルチュリスとの相性がかなりいいんですよね。まあ洗脳洗脳の価格が下落したのは多分こいつのせいだと思います。で、次、短期列車マグナムですね。まあ強いですね。次行きましょう。で、次、アパッチュララですね。これさっきも説明したんですけど、このデッキ最速でドルガンチュリスチェンジバスターでアパッチュララパーンで出してポーンっていうデッキではないので、枚数は控えめになってます。ただまあ出たら出たで強いので、まあ入れとくかなとは思います。で、次、オニカマスですね。これ、バスター同型にメタ張りながら本体が選ばれないというインチキみたいな効果を持ってるので、場持ちがすごい良くて、まあ、バルチュリスと好相性だということで、4枚入ってます。で、次、グレニアですね。まあ、こいつ、キャントリップ持ちなので、自分の手札減らさずに場にクリーチャー並べることができるのはかなり強いです。まあ、あと、バスターで出せる希少な多色になってくれるので、こいつも結構大事です。で、次、ワタンポポタンクですね。まあ、これ、相手のオニカマス焼けるのが激強ですね。あと、まあ、普通に使ったとしても、相手のバトルゾーンにクリーチャーがいたら、新能力マッハファイターによって実質スピードアタッカーになってるので、バルチュリスの相性が非常にいいんですよ。まあ、たとえね、相手のクリーチャーのパワーがこのワタンポポタンクを超えてたとしても、とりあえずアタックはすることができるので、バルチュリスのサポートは最低限やってくれるんですよ。なのでこいつ結構強いです。で、次、トゥリオですね。これ場のクリーチャー総数が3体以下だったら、ターン終了時にワンドロすることができるんですよ。なので、まあ場に残ってる限りオキドロソとしての活躍が期待できます。あと、まあ攻撃する時にも貴重な1打点となってくれるので、このデッキとの相性は比較的いいです。で、次、バースアイですね。これよくストレージとか見てる人はなんか外れカードとして見たことがあるんじゃないかなと思います。で、こいつ結構すごい能力しまして、まあ、このクリーチャーが相手プレイヤーをアタックしてブロックされなかった時に、山札からクリーチャーを1枚手札に加えることができるんですね。まあ、なので、バースアイアタックしながらバルチュリスとかドギラゴンバスター持ってきて、まあ、次のクリーチャーアタックする時にバルチュリス宣言みたいなことができます。まあ、非常に優秀なカードですね。で、次、ベニジシスパイダーですね。これもめちゃめちゃストレージに押してますね。相手のオボロカゲロウとかと GWD、ガヨウシン、デモンザライトみたいな、まあそういうドローする系のカードに反応して場に出すことができます。まあ場に出てくれたらこいつ自身が1打点になってくれるので、バルチュリスのサポートしてくれるんですね。まあ対戦相手からしたらドギラゴンバスターにベニジシスパイダーなんて入ってると思いませんからね。絶対ケアしませんよ、こんなの。で、次、流星ジアスですね。まあ、多色枚数の増量になったり、まあ、バスターになりうる進化元の増量だったりとか、まあ、あと、ハンデスに対するささやかなメタみたいな感じで、ちょうどかゆいところに絶妙に手が届くので、まあ、多分、空いた枠に入ったんじゃないかなと思います。で、次、音声ラフルルですね。はい、強いですね。次行きましょう。どんどん吸い込むなう。こいつ、シールドトリガーで相手の攻撃を止めながら、開始の攻撃を安定させることができるので、非常に優秀です。まあ、手打ちしてもサーチカードとしてそれなりに機能するのもかなりいいですね。というわけで、今、バスターの構築悩んでる方、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。では。